日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷津武港津武港は、岡山県倉敷市倉敷地区にある地域、もしくは、同地域内にある大技である。本港では、同地域に、かつて存在した小島郡津武江村についても述べる。現在の津武港小学校区にあたる。倉敷市の倉敷地区の南東部に位置し、背後には、 種松山がそびえている。かつては当初だった、小島の北西岸にあたり、当地と天木島の間には、富士戸海峡があった。つぶこう、つぶ団地、つぶら、東つぶら、黒い、発見屋からなる。中世、厳平合戦の時佐々木森綱が馬で都会し、同地域のつぶこの船津集落付近に上陸したと言われる。この辺りが、 激戦地だったとされ、つぶ地域から、富士と地域にかけては、当時の遺跡や伝説地が多く存在する。明治11年に、小島郡つぶえ村ら、つぶ、う黒い村八犬い村の4、村が合併しつぶ、えを新設。同22年には、村政を施行し、役場をつぶに置いた。その後、昭和25年に、 旧倉敷市に編入合併、そして新倉敷市となり、現在に至っている。種松山の山城は、自然公園として開発されている。種松山北陸や県道沿いに住宅が集中する。他は、広大な農地が広がっていたが、近年は、倉敷中心部と小島地区を結ぶ、幹線道路が東地区を南北に縦断するように、整備され、道路沿いに、 特地や商店が立地するようになってきている。道地区南部を東西に貫流する吉岡川の南沿岸にあたる。近世に干拓により、陸続きとなるまでは、種松山北陸に集落が散在するに過ぎなかった。しかし、江戸時代初期頃からの干拓による、神殿開発により、農地が拡大、無知器、新田や、つぶこ沖神殿などが新たに生まれた。 そして、干拓により、富士と海峡が狭まってできた塩入川の、吉岡川以南に広い損益を持つことになった。現在、山川に、船津、中津、船本などの小技があるが、干拓以前の名残で、王子の海岸を示す。キビヨンコ広くには、小島つ津え村、田畑37町、家85県、男女584人、北の枝村、 つぶらに行った村と塩川を境とし、池19箇所、船3層、陸路5里、村内に、王将屋がおり、幾麦蔵があったと記されている。現代において、当地北東部に、つぶ港団地ができ、その地を、つぶ港団地として新たな大技として分離している。上吉つぶ港の北側、吉岡川の北岸に位置する。当地は、近世諸島、富士都海峡が、 周辺の干拓事業の結果、衰退し、広い草野になっていた場所である。つぶ村と、浦田村の百姓が中心となり、この草野を開墾官営へ20年に118丁部の神殿が造成されている。しかし、木々の穴開の干拓により、小島が陸続きとなった際、吉岡川を境に北を、立中国久保屋郡南を、 備前国小島軍と定めており、当地は、吉岡川北岸に位置するが、備前国領である、小島軍粒港、浦田領村民により開発されたため、備前備中領国間で貴族をめぐり紛争が生じた。双方の役人が、立ち会いの上、新たに国境を定め、その結果当地は、備前国小島軍の所属となった。その後、開拓者の出身地である、 つぶこと浦田から頭文字を一つずつ取り、つぶらにった村と名付けられた。現代になり、当地東部に東つぶら団地ができ、その地を東つぶらとして新たな大技として分離している。つぶこ地域の北部で倉敷川西岸に位置し、に田地域と隣接している。上記のつぶらと同様、金星諸島、富士都海峡が、 周辺の観宅事業の影響で衰退し、草野になっていた地区である。上元年から3年間で、備前岡山藩が開墾して、神殿を造成、入植者を受け入れた。最初の入植が発見であったため、発見や神殿と称し、備前国小島軍に編入した。キビオンコ広区には、主因外として、伝パ二27町4単、家32件。 男女210人を挙げている。天城寮に属し、小島郡、浦田村の枝村であった。備え置きでは八軒屋は、御朱印港の外として、国高418国余り、田畑27町4単余り、屋数33件、人口210件を記す。岡山半両手鏡では、自家百229国余りで、田22町余り、畑5町2単余り、 太井9カ所、赤土2カ所、分岐4カ所、橋1カ所、焼数四43件、人口246人、牛22頭とある。明治8年に、浦田村枝村から、独立村となる。小島西部の吉岡川の南岸、市松山の真北にあたる地域である。古く、倉敷平野が海域だった頃には、海辺の小村であったが、中世末期に干潮時に、 日形が広がるようになると間拓が行われ土地が広がった。最後の塩筋であった吉岡川江南の日形を、上皇三年から元禄七年にかけて開墾し、黒井新田村が生まれた。黒井神殿は、小島郡、浦田村の枝村として扱われ、キビオンコ広くにも、浦田村の枝村として、伝派田二十七町半、や数四十八軒、人口男女三百五十人。 池八箇所との記載がある。撮影用録によると、上京3年に、浦田神殿を浦駅村、黒井神殿を黒井村と称するようになったとある。備え置きでは黒井は田畑27町6貫余り、池八箇所、屋数48軒、人口305人とあり、岡山半領手鏡によると、国高59国余り、自家百447国余り、 池9カ所、トイ35カ所、井戸10カ所、橋6カ所、屋数67件、人口339人、牛34頭、大工2件と記され、天城寮であった。平成24年9月末現在。全域が、倉敷市立粒高小学校区。全域が隣接する新田にある、倉敷市立に行った中学校区。粒江村に関するカテゴリー。 ありがとうございます。